中山平次郎から1956年4月29日は、明治後期から昭和前期にかけての日本の病理学者、考古学者。死没時の称号、医界君等及び学位は、九州大学名誉教授生3位、君に等医学博士。本来の職業は、病理学者であるが、後世に残した業績は、考古学分野での成果が大半を占めることから、一般には、 考古学者として知られている中山平次郎は1871年現在の京都市上京区に生まれた東京市に移った後家業であった医学の道を進み1900年東京帝国大学医科大学を卒業しドイツオーストリア留学から帰国した1906年には京都帝国大学福岡医科大学の教授に就任したしかし解剖の際にかかった 感染症をきっかけに次第に医学を離れ、少年時代に興味を持っていた考古学の研究に打ち込むようになった。主に九州北部をテーマとして研究し、1930年には九州考古学会を設立した。1931年9月15日、九州帝国大学定年大館に際し、肖像くらいに助せられた。1950年、 西日本文化賞を受賞した。1956年84歳で死去した。考古学分野で顕著な業績を残す。例として、鎌倉時代に博多湾一帯に築かれた原稿防類の命名、山和八津国王院の具体的な出土地の推定、石器時代と古墳時代の間の中間時代の提唱平安時代に北九州に設置された、 航路間の位置の特定などが挙げられる。中山の塩素にあたる元トールは、18世紀初頭に、佐渡国から京に出て、金利の医師となり、囲碁中産家は、代々医術を制御とする家系になった。中山の祖父、アキラは、正護医師多天薬大族建設、つもりの官位を授けられており、1861年、徳川家茂に嫁ぐ数の宮をやこない親内親王や、その母、 官業員らの査定医師に任せられ、江戸城へ下校した。明は将軍家から奥医師堂等の待遇を受け、和宮らの主治医として、診察を務めた。中山の父である時期も、転役料が廃止される1869年までは、小六くらい、下文五助の官位を持つ同僚医師であった。また、母の政も転役料医師を務めた。 高品経由の三女であり、中山は、府兄、母兄ともに、エリート以下の血統を受け継いでいた。中山は1871年京都上京で、父特起と母、正の次男として誕生した。兄には、帝国陸軍軍医官を務めた後に中山と共に、九州帝国大学で教鞭を取った中山森彦がおり、 ロシア文学者の秋葉敏彦をはじめ四人の弟と一人の妹がいた。八百七十四年に京都を離れた中山家は東京、神田商船町を経て神田猿学長に転居。ここで中山は少年時代を過ごす。旧世中学生の頃にはすでに考古学に興味を示しており、自身が収集した土器編を東京帝国大学人類学教室の壺ぼい。 小五郎に見せたところ、それは当時坪井らによって新発見され、話題となっていた弥生時と同じものであったという。第一高等学校を卒業した中山は、家業である医学の道へ進み、東京帝国大学医科大学に入学した。兄の森彦は、月科学を専攻して、臨床医となったのに対し、中山は基礎医学である病理学を選んだ。卒業後、 同校の病理学教室女子となった後、1903年から1906年までの3年間、文部省外国留学生として、ドイツ帝国及びオーストリア・ハンガリー帝国に、ンピ留学を命ぜられている。この当時、ンピ留学生に選ばれる者はエリート中のエリートであり、中山は、病理学の分野で将来を嘱望された優秀な研究者であったと思われる。なお、 この時ヨーロッパへ往復する船に、後に九州帝大学部病理学教室で同僚教授となる田原厚も偶然同乗していた。帰国後、新たに開校した京都帝国大学福岡医科大学の病理学教室初代教授に就任。この時中山は前述の坪井正五郎から、弥生式時の本場に行くねと声をかけられたという。 教授時代の中山から病理学を学んだ者の,の中には、橋本作や各松尺などがおり、橋本が1912年に、いわゆる橋本病の発見について発表した論文には、中山の病理学上の指導に対する謝辞が記されている。また、後に、中華人民共和国の要人となった各松尺も、1955年12月に来日した際、 福岡や足を運びしの4ヶ月前の中山を訪ねている。病理学者としての中山の専門は、日本重血球中の人体以内における、発育士の研究など、主に寄生中傷に関するものであった。1907年、当時の学位令に基づき、京都帝大総長の推薦によって、博士論文の提出なしに、医学博士の学位を得る。しかし、 博士号取得から間もなくして大きな転機が訪れる。1909年夏のある日、冒険の失刀中に解剖中の遺体から可能菌が感染。これによって中山は生死を彷徨うほどの感染症を発症してしまったのである。幸いにして、リンパ腺摘出手術によって排血症の一歩手前で一命を取り留めたが、この事故以降、中山は極度に感染を恐れるようになり、 メスを握ることは愚か解剖室に立ち入ることもほとんどなくなってしまった。解剖の執刀ができないという病理学者として致命的なトラウマを背負うこととなった中山は代わりとして少年時代に熱中した考古学の研究へ情熱を傾けていった。1912年より中山は福岡日日新聞市場で考古学分野での研究発表を始め、 1914年からは、専門誌である、考古学雑誌で、本格的な論文発表を行うようになった。以後、中山の活動領域は、ほぼ完全に考古学へと移行していく。九州帝大医学部病理学、第一講座教授として、定年体感まで教壇に立ち続けたが、実質的な教室の運営は、第二講座教授の田原敦史に譲り、 病理学会とも疎遠になっていった。考古学者としての中山の研究テーマは、ほとんどが居住地であった九州北部に関する内容であった。そのうち、考古学士に名を残す功績は以下に示すようなものが挙げられる。中山の研究スタイルの大きな特徴は、発掘を行わないことであり、現地における搭載と表面採集、そして資料や文献の解析を通じ、 最終物と遺跡との関係を明らかにするという方法を取った。航路間遺跡の場所を古代河原の表面採集や万葉集に読まれた情景の分析をもとに特定したことなどはその典型例と言える。大正時代を通し、九州の考古学会は中山一人によってリードされていたとも言える状態であったが、昭和に入って九州定大を定年体感する頃には、 考古学の分野で順次更新が育ち、また遺跡調査方法の主流も発掘調査へと移り変わっていた。そのような中、考古学雑誌に迷号のように論文を投稿していたことから、中山の個人雑誌みたいだという批判が東京の学者の間ではいた。これを耳にした中山は、1932年の第22巻、第6号を最後に同志への論文発表をやめ、 考古学研究の一線から退いてしまった。それ以後は、もっぱら自宅に近くの浜辺へ釣りに出かける日々が続き、来客があっても、近頃は、魚釣りばっかりやっているのでと答え、考古学については語ろうとしなかった。中山は、福岡医科大学着任以来この地をこよなく、愛しており、同じく九州に、ゆかりの仙台義ボンに魅了された森彦と共に、絶筆後も、 東京や京都には戻らず、福岡に泊まった。太平洋戦争が終わると、古紀を過ぎていた中山はにわかに研究活動を再開する。考古学転校直後から取り組んだ、金印研究の集大成である、金印物語を執筆する傍ら、押しかけ入門してきた、福音兵の腹がない六に知識を伝授する日々を過ごした。しかし、名誉教授としての恩給以外に、 収入源を持たなかったこの時期の中山は、戦後の経済混乱によって深刻な貧困に陥る。顔は栄養失調で腫れ上がり、生活ぶりも、リり紙の代わりに、新聞紙で花を噛み、その紙も乾かしてまた使う、タバコのスイカスを揉みほぐし、キセルでまた吸う、といったありさまだった。それでも中山本人は、 生活程度をその頃の10分の1以下に引き下げれば、ええー、と笑って過ごしていたという。中山の出土品コレクションと、アニモレビコの美術品コレクションで、半ば博物館の様相を呈していた福岡市、新との約500坪の邸宅は、それらコレクションの多くと共に人手にわたり、かつて使用人の宿舎としていた建物の6畳の自室で、 研究も食事も睡眠もすべて完結する生活を送った。前日した各末弱の来日に際し、各は中山宅への訪問を熱望したが、中山のあまりの困窮ぶりから各を招いた日本学術会議は当枠し、結局売り渡した旧宅を借りて対面を果たした。中山は感染事故から真一発で生還したことをきっかけに、いつ死ぬみかわからず、 家族が残されては、かわいそうという理由で独身のままであった。群籍にあった森彦も、同様の理由で生涯独身であり、妹の小春を含めた、独身三兄弟で、中世同居生活を送っていた。中山が、死の床についた時には、森彦も、また隣室で病に伏しており、妹の小春は、自ら70歳を過ぎて90歳と84歳の、 兄二人を看病しなければならない。今日で言う、老老介護の状況で、この様子を目撃した弟子の一人は、偉大な学者の最後がこれで一体いいのだろうかと、意気通っている。1956年4月29日、肺炎に、六膜炎を併発した中山は、自宅で池を引き取った。わしの目の黒いうちに書き上げる。これは悲願だ年の直前まで執筆を続けていた。 金印物語は、ついに未完となった上、原稿も死後に散逸した。中山の最後の言葉は、骨格は、旧大の解剖学教室へ、組織は、病理学教室へ寄贈してくれ。そこで私は永遠に生きているであったという。この遺言によって、中山の遺体は、九州大学医学部へ検体され、死の翌日に解剖された。その後、 全身骨格標本となって保管されていた遺骨は2010年より同学部病理学教室が設置した人体病理ミュージアムにおいてガラスケースに安置され毎年秋ごろに期間限定で一般公開されている。官報第1433号福岡市博物館公式サイト中山平次郎博士略年表を2009年12月15日 閲覧 ABCD をカザキタカ中山平次郎先生と考古学、ピアニッシモ2から9京都府立総合資料館像、下橋家資料地下管人家電和の宮の日記である、聖館院の宮後日記にも、アキラ、特起不死を表す、摂津主、文吾助の名が何度か登場する。AB 遺跡苦労編、第2本博士録。 第2巻医学博士のブーソノの1ピアニッシュも97から98100から 101ABC 菊池聖一、考古学者原田大六論、中山平次郎との開校ピアニッシュも66から77、関東第5857号、ABCDE 中山博明、考古学者にして、病理学者、中山平次郎の生き方ピアニッシュも49から51、 橋本 H2 アケントニスデアリンんーモットーソン、バーンドランガンデアスチャイルドドルイス、RF、クレンカー97、219から248万1912、ABCDEFGHI ワナガ賞高壁守一師肖像、中山平次郎先生関係資料概要報告、ピアニッシモも107から125ハット AB 山本、広志表面最終、川上高子、 中山森彦博士の生涯と船外収集、ピアニッシモも7から9現在、福岡市によって、邸宅跡地に解説版が設置されている。福岡市中央区公式サイト、中央区歴史と文化の説明版2011年5月30日、閲覧九州大学医学部公式サイト、人体、病理ミュージアム一般公開、第2回人体、病理ミュージアム一般公開11、 11から12、開催2011年11月6日閲ずらん。ただし、一般公開時の参観には予約を要する。官報大戦433号、除任及び、事例1931年10月7日。ありがとうございます。